11月27日金曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田幸がお伝えします。まずは天気分布予想からご覧ください。時間を進めて見ていきましょう。西高東低冬型の気圧配置となって日本海側は雲が多くなります。また関東は午前を中心に低気圧が接近して雨が降りやすいです。また日本海側は午後の方が雨が降りやすくなっていきそうです。お帰りの際には雨具を忘れずお持ちください。では改めて各地の天気アイコンでも見ていきましょう。西高東低冬型の気圧配置となって日本海側を中心に雲が広がり雨や雪となりそうです。一方で太平洋側では広く日差しが届くところが多くなります。ただ関東は低気圧の影響で雨が降りますので外出の際には折りたたみ傘をお持ちください。また日本海側ではこちら新たに低気圧が発生しましてその影響で午後は雨が降りやすくなりそうです。雷を伴って強く降る恐れもありますので注意をしてください。そして各地の気温を見ていきますと関東では前日との気温差が大きくなります。服装選びに注意が必要です。その他北日本は日中でもなかなか気温が上がりません。暖かくしてお過ごしください。以上全国の天気をアイコンでお伝えしていきました。